3分でわからん悪い意味で有名な第22装甲師団解説ハッチもあるよ。第22装甲師団は41年9月に編成され、主力たる第204戦車連隊の装備は鹵獲したフランス戦車であった。正気か。師団は42年までフランスの訓練場で訓練し、この時戦車はドイツのものに更新された。チェコ戦車をドイツ製っていうのはどうかしてるが、2月に命令を受け師団はクリミアまで移動。ここでドイツ第11軍はセアストポリ攻略に苦心していたが、ソ連は第11軍の殲滅とクリミア半島の解放を目指すべく27日に大攻勢を発動。ドイツ側は戦車120両をほふったがルーマニア第19師団が壊滅、戦線も大きく突出した。3月12日、ソ連側は追加で8個狙撃兵師団と2個戦車旅団を投入。このため到着したばかりの第22装甲師団を投入せざるを得なかったが、師団はその初陣で地帯を晒した。第204戦車連隊の2個大隊はろくな偵察もなしに出撃し、濃霧で道に迷った挙句ソ連軍陣地と地雷原にそのまま突っ込み、32両の戦車を喪失し大損害を被る。ただソ連側は突如装甲師団が出現したことから、これ以降の攻撃を鈍らせたためある程度の効果はあった。5月8日、それまでクリミア戦線は停滞していたが、ドイツ側は偽装工作、終底軌道、快速部隊による奇襲等使用できる戦術を全て駆使し攻撃を開始。翌日には歩兵が開いた結露を第22装甲師団がその汚名を返上するように奮戦し、16日にはドイツ軍はクリミア半島を掌握しソ連軍3個師団の殲滅に成功。師団は続くセアストポリ攻略には参加せず、ハリコフ方面に送られここで戦闘に従事、装備の大半が2号とチェコ戦車であるが、要衝であったロストフ、ナ、ドヌーの占領に成功した。この後師団は第6軍の左翼をルーマニア軍と共に維持していたが、ウラヌス作戦が開始されると師団は瞬く間に壊滅。ルーマニア軍を支援するために師団の兵力が分散して配置されていたことが状況をさらに悪化させ、ソ連軍が第6軍の包囲をした頃には師団はもはや存在しなかった。少数の戦闘団のみがチル川西岸への避難に成功し、今や師団が保有している戦車は30両未満。さらに運の悪いことに12月にソ連軍は焦土性作戦を発動、一部戦闘団は包囲され命からがら脱出。そんな状況でありながらも師団は43年2月にソ連軍がミュース川を越えることを阻止した。この時点で師団の装甲戦力はわずか戦車2両と指揮戦車1両だけだったという。最終的に3月に解散命令が出され、残存部隊は他の師団へ編入。4月7日に師団は完全に消滅、その活動期間は1年半足らずであった。終わり、平定。